千代田区ペンネームスペシャルウィークからいただきました。張本勲さんがテレビ番組でサッカー元日本代表で J2 所属のキングカズこと、三浦和義選手についてもうおやめなさいと引退を進める発言をしたことがサッカーファンを中心にかなり話題となりました。言われた当人のカズさんは子供の頃から巨人ファンで、張本さんは憧れでもあったので、そういう人に言われるのは光栄ですよ、激励と思って頑張りますと前向きに捉えて、さすがだと思うとともに、今週末張本さんがそれを受けてどんな反応をされるのかも気になりました、ということでね。もうちょっとこれに関してはちょっと言わせていただきますと、何でしょうね、ムカつきますよね、なんか僕からしたらね、僕はサッカーやってましたから、張本さんすごい人やと思うんですよ。すごい人やと思うんですけども、僕からしたら、野球少年じゃないから、ただの野球うまいおっさんなんですよ。これ逆もしかりですよね。だから野球やってた人は、カズさんのことをサッカーうまい、おっさんと思うかもわかんないですけども、それをね、なんか、やめなさいっていうのって、まあでも、このカズさんの返しが素晴らしいですよね。だから張本さんがどう思ってはんのかわかんないですけど、まあ、あんまりサッカー選手の方で、OB の方で、こんなこと言う人って少ないですよ。セルジオ越後さんも、まあ、ご意見番で辛口なこと言いますけど、他のスポーツのことって言わないじゃないですか。別に野球のことに関して、なんかあんま言わないでしょ。でもこんなん、よう、この人言いますやん。なんか、やめた方がええわとか、勝つやとか。僕なんかね、野球選手ってなんか、全部が全部やったら言わないですよ。言わないですけど、やっぱりね、なんか偉そうですよね、なんか。偉そうな感じがするんですよ。僕だから前も言いましたよ、なんか、フジテレビのメイクスで。おお前、おいって言われた。あれ誰やったっけ、達川さん。知らんおっさんに、おい、お前、あの、あの、ないの、小さいわよな、おい、って言われて、俺知らんねん、でもどっかで見たことあんねんけど、知らんおっさんやねん。ほんなんか、おい、お前な、って言われて、もうそんなんあるでしょ、誰なんですか、あの人って言ったら、その、何でしたっけ、達川さん、広島のキャッチャー、達川さんやねん。知らんおっさんに、おお前って言われるからやな。何やそれと思って。ほんで昔ね、殿様のフェロモンでは、ドバシさんにドッキリかかられて、おいドバシ、生放送で、おいドバシドバシって言うたら、 CM 入った瞬間、おいこの野郎、誰に向かってな、ドバシってんだこの野郎って言われて、でずーっとエレベーターでスタジオ戻らなあかんのに、ずーっとついてこられて、エレベーターの中にパーンしまって、おいこの野郎、なんでお前にドバして言われないといけねえんだよ、この野郎、バカ野郎って言って、ずっと密室で怒られて。そんなんがあるから、なんか、怖いなぁ思って。で、これだから、これ、この返し、だから、次、見物ですよね、なんてこれ、張本さんが言わはるか。こう言われたことに対して、多分今、すごい策練ってあるんでしょうね。あとなんか、言い訳とかもそうですけども、もうカズがこれかっこいいですよね。パシンやってくれたなーって、やってくれたらやってくれはったなーと思いますよ。まあまあこんなこと言わん方がええねやろね、と思いますけどね。まあ会ったこともないですし、知らん人やから、なんとも言えないですけども。もう達川はびっくりしたよね、ほんまに。